568円の衝撃、ビアボールの新価格で見せる次世代のビール体験。地元ビアボール祭りが描く未来、47都道府県から生まれた驚きの味。2022年、サントリービールは東京港区の本社から新しいビール製品、ビアボールを発表しました。ビアボールは炭酸水で割ることで自由に楽しめるビールとして、多様な楽しみ方を提供することをコンセプトにしています。 この新しいビールは特に MZ 世代20から40歳前半をターゲットにしており未来の種類市場を変革する意図で開発されましたビアボールは自分好みに自由に楽しめるという価値観を持つビールですが販売から2年経過した時点でブランド戦略部の竹内最初美さんは炭酸で割るビールという点は認識されてきましたが若年層の方々が手に取るきっかけである自由に楽しめる という価値が浸透していない点がブランドの課題でした、とコメントしました。この課題を受け、2023年には各地域に合わせたおすすめの提案を行う地元ビアボール祭りが開催されました。全国47都道府県のご当地食材と組み合わせた地元ビアボールが開発され、イベントで振る舞われました。これにより、炭酸水だけでなく、いろんな楽しみ方ができる。 という商品の強みが多くの共感を呼びました。今回のリニューアルでは割り方色い々ろいろというキャッチコピーを強調しパッケージビジュアルが変更されました。また再選可能なスクリューキャップの採用や瓶の軽量化により価格が698円から568円へと引き下げられました。新パッケージの QR コードを読み込むと AR が起動し コーラやアセロラジュースなどのおすすめの割り方を提案してくれます。さらに、新 CM キャラクターとしてナンバーアンダーラインアイ、平野翔神宮寺優ン岩優太ユータ、ガンユータが起用され、5月から CM の放送がスタートしました。CM ではクリームソーダ仕様にしたビアボールの楽しみ方も紹介され、SNS でも同様の投稿が多く見られます。竹内さんは、個人的には牛乳割りがおすすめ。 ブランデーっぽいというか、少し甘みのある感じで飲みやすいんです、とアピールしています。ビアボールは多くの消費者から指示を受けています。例えば、ナンバアンダーラインアイの CM を見て興味を持った一人は、家族でビアボールを楽しむ際に普段飲んでいるリンゴ柵と炭酸水で割ってみたところ、とても飲みやすく好評だったと話しています。また、メロンソーダやジンジャーエールで割ることで、 自分の好きな量で楽しむことができる点が気に入っているという声もあります。ビアボールの魅力の一つは、様々な飲み物で割ることができる点です。例えば、メロンソーダで割ってバニラアイスを入れるクリームソーダ割りは、CM で紹介されており、実際に試してみた人々からも高評価を得ています。ジンジャーエールや CC レモン、アセロラジュースなど、家にある飲み物で自由に楽しむことができるため、 毎日の飲み方が飽きることなく新鮮です。ビアボールは単なるビールではなく、自由な発想で楽しむことができる新しいトレンドを作り出しています。その多様な楽しみ方は、家族や友人と一緒に楽しむ場面でも話題を提供し、コミュニケーションのきっかけになります。特に、ナンバーアンダーライン I の CM をきっかけに購入した人々からは、なんで今まで知らなかったんだろう、と驚きの声が多く寄せられています。 現在、新災橋パルコ大阪市中央区前で、リニューアル後発のイベントが6月16日まで開催中です。6種類のビアボールと唐揚げや枝豆などの軽食を楽しむことができ、多くの人々がビアボールの新しい魅力に触れる機会となっています。さらに、イベントは全国各地で展開される予定で、ビアボールの人気は今後も広がり続けることでしょう。私自身もビアボールを試してみました。 最初はソーダ割りから始めましたが、次第にアセロラやジンジャーエール、さらにはハピクルサワーなど、様々な飲み物で割ってみる楽しさに目覚めました。ビアボールは、気分やシチュエーションに合わせて自分の好みの味を見つけることができるため、毎回新しい発見があります。ビアボールは、自由な発想で楽しむことができる新しいビールとして、MZ 世代を中心に大きな注目を集めています。 リニューアルによってさらに手軽に楽しむことができるようになり多様な飲み方が提案されることでその魅力はますます広がっていますビアボールを通じて新しい飲み方や楽しみ方を発見するたびに出かけてみませんかサントリービールはビアボールの普及を通じて新しい市場を切り開くことを目指しています消費者の声を反映し今後もさらなる改良と新しい提案を続けていくでしょうここでは ビアボールの未来についていくつかの視点から考察してみましょう。新しいフレーバーの提案。ビアボールの魅力はそのカスタマイズ性にありますが、将来的にはさらに多くのフレーバーが提供される可能性があります。例えば、季節限定のフルーツフレーバーや、地域特産の素材を使った限定版など、より多くのバリエーションが登場することで、消費者の楽しみ方がさらに広がるでしょう。環境への配慮。 最近の消費者は環境への配慮を重視しています。ビアボールの瓶は再生可能で軽量化されていますが、これからはリサイクル素材を使用したパッケージや環境に優しい製造プロセスの導入など、サステナビリティへの取り組みも重要なポイントとなるでしょう。実際にビアボールを楽しんでいる人々の体験談を通して、その魅力をさらに掘り下げてみましょう。家族で楽しむビアボール。 我が家では母があまりお酒に強くないのですが、ビアボールをリンゴ作と炭酸水で割って作ったところ、とても飲みやすくて気に入っていました。最近20歳になった名はメロンソーダやジンジャーエールで割って楽しんでいます。自分の好きな量で割れるので、とても良いと思います。このように、家族全員で楽しめるのがビアボールの魅力です。お酒に強くない人でも、自分に合った濃さで楽しむことができるため、 家族や友人との団らんの場で重宝されています。創意工夫で広がる楽しみ方。メロンソーダで割ってバニラアイスを入れるクリームソーダ割りは画期的。ビアボールを濃いめに入れると、ほろ苦クリームソーダで美味しいです。会話のきっかけにもなり、夫婦でも仲間同士でも盛り上がれます。この体験談からもわかるように、ビアボールは創意工夫次第で無限の楽しみ方が広がります。 新しいアレンジを試してみることで飲み会の場がさらに楽しくなることでしょう。あなたもぜひビアボールを試してみて自分だけのオリジナルレシピを見つけてみてください。新しいビールの楽しみ方があなたの生活に新たな彩りを添えることでしょう。問いかけあなたのビアボール体験を教えてください。ビアボールの楽しみ方は無限大です。あなたはどんなアレンジを試してみましたか 他にもおすすめの割り方やレシピがあればぜひ教えてください。ビアボールを通じてもっと自由で楽しい飲み物の世界を一緒に広げていきましょう。この記事を読んで興味を持ったあなた、早速ビアボールを手に入れて自分だけの楽しみ方を探してみてください。どんな飲み物と組み合わせてもきっと新しい発見があるはずです。ビアボールが提案する自由な楽しみ方は今後どのように進化していくのでしょうか 新しいフレーバーや割り方が次々と登場する中で、あなた自身もビアボールの楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうかそして、あなたのオリジナルのビアボールレシピをぜひ SNS でシェアしてみてください。それが次のトレンドを生み出すかもしれません。